そうですね、楽しいし、それとともに緊張感もね、やっぱりシーズンの序盤と中盤にはないこう手に汗握る、やっぱいろんなものがかかってくるし、ただ山形ボール失っても回収できる時間が早いのでね、そんなにこうストレスはないでしょうね、ここまで。はい、いや、いいボール。樺山から加藤大輝、シュート、ここもブローダーセンようになってるので、はい、ほんとちょうど横に外すだけでその縦のレーンが見えてくるっていうのは、かわいいシュート、かわいいシュート、ポストを叩きました。ハイネル和田のダブルボランチがこう戻りきってないところにしっかりと、樺山前を向く、切り返してデラトーレから加藤大輝、流れて樺山シュート、藤田のシュート、いやここもポスト、ブローダー線がっちりキャッチ。藤田、もう一度ハンダ、樺山シュート、ハンダリク、いやー、オフサイド、やりきりましたけどね。はい、いや、ここまた抜いたんだ、ラストパスもね。なんか攻撃に関しては山形やりたいことができてますね。はい、そのあたりの今度は奥のサイドですね、奥に今山形としては樺山選手が回ってるんですけど、はい、そこのこの背後ですね、裏狙いのチアゴアウベス、チアゴアウベス先制は山形。後半34分、抜け出したチアゴアウベスが決めました。チアゴですけど、はい、そこにやっぱり的確にボールを運べた藤田選手のこのパスと、まあ、そういったところにスペースができてるんだよ、人が入ればチャンスなんだよっていうことをちゃんと認識していた山形の選手たちの、ここはまあ駆け引き、本当に拮抗した中で緊張感もあった中で、今も距離の長いくさび打ち込んでいきました。デラトーレ、折り返しチアゴ、振り向き球のシュート、今日2点目、山形追加点2対0、リードを広げました。ギリギリまでチアゴ選手真ん中ゴール前で相手を押し込んどいて、最後のところこの辺りで止まってるんですよね。なので一瞬ここ離れましたよね、距離が、はい、なので判定して足振る時間ができたと、まあ、ほぼゴールは見てないし、キーパーのブローダーセン選手のこうポジショニングなんて見えてないと思うんですけど、国分狙っていった、ブローダーセンが弾きました。ここで試合終了の笛、山形勝ちました。2試合ぶりの勝利、プレーオフ圏内へ重要な勝ち点3をつかみました。一方の横浜 FC、 6試合ぶりの黒星、そして3試合勝ちなしと。